お薬もお宅までお持ちするで、こういった便利さも追求していくぜひそういうことにも大きく踏み込んでチャレンジしたいと思ってますローソンの竹松貞信社長はテレビ朝日の単独インタビューで今月中にも既存のデリバリーシステムを活用して風邪薬や鎮痛剤などの第二類の医薬品やシップなど第三類の医薬品を販売し 自宅にに届ける事業をを始めたた。い考えを明らかししました外出自粛が続く中原点に立ち返ってお客様が便利と感じるサービスをどんどん広げていきたいとしています。